ロベルト・リンドステッドは、スウェーデン・スンドビーバーリ出身の男子プロテニス選手。2014年全豪オープン男子ダブルスで、ルカシュクボットトップペアを組んで優勝した。ダブルスのスペシャリストとして活動し、これまでに ATP ツアーでダブルス21勝を挙げている。自己最高ランキングは、ダブルス3位。身長193センチメートル、体重88キログラム。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。1998年にプロに転向。リンドステッドは普段からダブルスのみに活動を絞り、四大大会の男子シングルスには一度も出場がない。2010年からホリア・テカウトペアを組むようになり、2010年ウィンブルドン選手権、男子ダブルスで決勝に進出し、ユルゲン・メルツァー、フィリップ・ペッシュナー組に1から6、5から7、 ここから7で敗れて、準優勝となった。2011年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでも、テカウトペアを組み2年連続で決勝に進出したが、ブライアン兄弟に敗れた。2012年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでは3年連続の決勝に進出したが、主催者推薦出場のジョナサン・マレー、フレデリック・ニール戦組にフルセットの末敗れ3年連続で、準優勝となった。 7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。ヨハン・ブルンストロームと組んで男子ダブルスに出場し1回戦でセルビアのノバク・ジョコビッチ、ビクトル・トロイツキ組を7の6、6から3で破ったが2回戦でクロアチアのマリン・チリッチ、イワンド・ドディグ組に敗退した。2012年でリンドステッドはデカウとのペアを解消し2013年からは ネナドジモニッチやダニエルネスターとペアを組んだ。2014年前後オープン男子ダブルスでは、ルカシク・ボット特組男子ダブルスの決勝に進出した。決勝では、エリック・ブトラック、レーベン・クラーセン・組を63、63で破り初の4大大会タイトルを獲得した。ありがとうございます。